時には介護の仕事をしてるとあるある痛くなったり失敗した経験話書きたくなるのなぜ戻らないよ昔のようには利用者のいる知らないこと見てからちゃうと今は選択出すとも遅番からの早番はきつい曜日感覚マジでなくなる利用者のズボンを前後反対に履かせる職員いるシフト出るのがいつも楽しみ誰と夜勤か確認すぐする毎月チェリーデイ同じ人と一緒中で歩くじいちゃんとりあえず服着てほしい初回の時自分も一緒に口開く職員いるんだ認定調査来てる時はいつもよりしっかりするおばあちゃんなんで教えてくれよ全てを隠してくれ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。